キャリア絶頂ビニシウス・メッシのキャリアはアスト記録に並ぶ。 37GA でバロンドールのビニついにメッシのワースト記録に到達。ロナウド、メッシ、モドリッチ、ベンゼマがヤバすぎただけで、その前の時代のバロンドール受賞者見ればビニシウスで文句ないやろ。みんな基準バグってるって。ビニシウスがバロンドールとなると、いよいよ本格的にメッシ、ロナウドの時代は終わって、欧州サッカー冬の時代って感じ。なんかノイアーは、アリベリは、アダイクは、アサラーは、アなどとほざいてる人いますが、メッシやロナウドの時代だったんだからしゃあないやろとしか言えへん。メシロナなき時代の初年度で抜きんでたのがビニだったってだけ。何も不公平なことはない。新時代最初のバロンドーラーがビニシウスなの感慨深いな。去年メッシで逆に良かったかもな。当時は嫌だったけど、間違いない。素行面もビニだけが悪いわけじゃないし、プレーは化け物だから妥当ですよね。バロンドールってそのシーズンで最高の選手に贈られるものなのに、過去のこと言ってるやつは意味わからんよね。クレからアンスファティとは格が違うとか言われてたビニシウス、クレによってメッシと比べられ始める。ビニはすでにメッシよりキャリアで何マイルもリードしている。ビニシウスがメッシの足元に浅い到達しました。